ブランシュスチュアート・スコット、ブランシュスコット、またはベティ・スコットはアメリカ合衆国の初期の女性パイロットでグレン・カーティスの展示飛行チームに参加した。ニューヨークのロチェスターの成功したビジネスマンの家に生まれた。自動車の運転が好きで年齢制限のなかった時代なので子供時代から父親に買ってもらった車で街の周りを運転していた。 1910年にニューヨークからサンフランシスコまでの自動車による大陸横断旅行を行った。レポーターのジェルトリュード・バフェントン・フィリップスが同乗し、ウィリーズ・オーバーランド・カンパニーのスポンサーによって、レディ・オーバーランドと名前が付けられた車で1910年5月16日に出発し、7月23日にサンフランシスコに到着した。女性の大陸横断の成功は、 アリスラム勢に次いで二人目であった。この旅行はニューヨークタイムズに取り上げられた。自動車旅行で有名になったスコットはグレン・カーティスらの注目するところとなり、カーティスらはスコットに航空訓練を受けさせることにした。1910年9月6日に離陸しないように、スロットルが開かないように固定して行ったタキシングの練習中に機体が浮上し、 無事に着陸するまで40フィートほどを飛行したのをアメリカにおける女性の最初の単独飛行と言われることもある。1910年10月24日にカーティスエキシュビジョンチームの一員としてインディアナ州フォートウェインの飛行大会でプロのパイロットとしてデビューした空のお天バ娘のあだ名で飛行を披露した曲芸飛行にも熟練し背面飛行や急降下からの低空の引き起こしなどの 飛行を見せるようになった。1911年はグレンマーチンに雇われテストパイロットを務め、1913年には海外での展示飛行チームに加わった。1916年に航空事故に対する世間の注目や航空機メーカーが技術者として女性に機会を与えないことに嫌気して航空界を引退した。1930年代には映画の脚本を書き、 ラジオの仕事などをした。1948年9月6日、チャック・イエーガーの操縦するジェット機 TF-80C に同乗し、女性として最初にジェット機に乗った女性となった。スコットのスタントパイロットの経歴を知っていたイエーガーはロールや急降下を行った。1954年から国立アメリカ空軍博物館で働き、 初期の航空の資料の収集などを行った。ありがとうございます。